お腹周りが気になるけど腹筋苦手、そう思ってませんか？今回は大丈夫です。たった5回でお腹周りが劇的に引っ込むフロッグバンザイ腹筋を紹介します。この腹筋のいいところが、姿勢が良くなるから下腹がへこむ、骨盤の動かし方が上手になるので姿勢が良くなって見た目よりもお腹がへこんで見える腹筋です。1種目たった5回なので、初級中級上級と3つ紹介していきます。まずは簡単なチェックを行っていきます。膝を曲げて寝てください。この状態で腰にある隙間をお腹を引っ込めて床に押し付ける。これができればお腹がへこむ確率が高いです。お腹を出して腰を床につけてしまう。そうなるとお腹の表面を使う癖ができているので、ちょっと引っ込みにくいです。今回はお腹を引っ込めることに特化した腹筋内容です。じゃあまず本題いきましょう。膝を開いた状態でバンザイをします。息を吐きながら体を少し起こして、息を5秒吐いたら戻っていきます。この時に腰が床につくようにしてください。はじめ先ほどやった腰を床につけながらお腹を引っ込める、これをしながら息を5秒吐きます。これを5回です。これが初級です。いきましょう。息しっかり吸って吐いて、1、2、3、4、5、2回目、2、2、3、4、5、3回目、3、2、3、4、5、4回目、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5、はい、 OK です。次は中級編です。手を伸ばして体を起こしたままで手をこのように振ります。これで息を5秒間吐きます。吐いたら戻って、また息吸ったら起きます。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、2、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、ラスト、5、2、3、4、5、はい、 OK です。その調子です。最後、上級編。上級編はですね、バンザイした状態から息を吐きながら起きる、バンザイ、戻す、バンザイに入ります。これを5回、息長く吐いてください。いきましょう。スタート。OK です。最後、ちょっと応用編としてですね、まずは座った状態です。これ体操座りをします。この状態で骨盤を起こす感じ、要するにお腹をぐっと引っ込めると骨盤が起き上がります。この状態を作って、こうなったら戻る、こうなったら戻る、これを繰り返していきます。これを10回、見よう見まねで結構です。しっかりね、体を丸めて、体がまっすぐならないように、ね、丸めたままでいきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 どうでしたか？どのくらいできましたか？チェックして、腰が床につかなかった人、腰がつくけどお腹がへこませられない人、初級、中級、上級、自分はどんなレベルだったよっていうのをよかったらコメントで教えてください。毎日やるたびね、コメント残してもらって自分のレベルをね、記載していくと自分の上達が気づきやすいです。頑張ってやった人はグッドボタンやコメントで教えて。
ちょっと待って。現在期間限定で、説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座、13カリキュラム、反り腰解消美脚講座、18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、このすべてをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。